はい、どうも、はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。トミーです。カンタです。お願いします。お願いします。敬礼。休め。楽に休め。今日はどうしますか。何をしますか。今日は視聴者からのリクエストに答えていきたいと思います。行きましょう。いろいろ募集しておりますね、視聴者さんから、はい、今回なんですけども、やはり僕側のリクエストにダントツ一番多かった、これはちょっとやらないとなというか、あれ行きますか。ダントツ多かったです。トミー、本気のダイエットをしてほしいという。すごい。ということで、本気のガチのダイエットをやってみたいと思います。本気でやるでありますか。本気でやります。いきますか。はい、中でここをこう切り落としてみる。ダメです。え、じゃあ多分この動画は何ヶ月後かに多分出てるのね。そうね。まだ分かんないもんね、期間決めるとかじゃなくて、ガチのダイエットやります。企画にこうのめり込んで、危険な、ただ減らせばいいってもんじゃない、ダイエットにならないように、まあこう知識ある人にアドバイス受けながらやっていこうかなと思います。ということで、やってまいりました。いや、コナンの犯人だと思う。いや、そんなことないよ。もっとスッとしてる。あいつは体型がスッとしてる。逃げれるようになってる。あー、そっかそっか。ということで、歴史的な瞬間をやってまいりました。はい、お願いします。乗ります。繊細な足のタッチ。あー、ちょっとえぇ、ー、マジで。ちょっとちゃんと固めて。え、ちょーどっち。はい、壊れました。逆転。2キロです。100超えてますよ。 100? 100感ないじゃん、見た目。いや、確かにお腹は出てるけどね。よく見たら、よく見、あっち向いてみてもらっていいですか。確かにあっち向いて、結構出てるんだよね。100?3桁、すごくない。ちょっと隊長、頑張ってください。行ってまいります。行ってきてください。初日の夜でございます。僕 YouTuber なので、YouTube にね、たくさんダイエットに関する情報があるんですよ。どれが正しいのかとか、どれが自分に合っているのかとかは判断しなきゃいけないなとは思うんですけども、専門家の方とお話しさせていただいて、健康にね、安全に痩せれるようにはしようと思ってるんですけども、まあ今日はなんで、あんまりカロリーがないような、サラダチキンとか、ヨーグルトとか、そういうのを食べて過ごしました。そしてまあ今日の夜からね、ダイエット料理みたいなのも始めていこうと思うんですけど、まずですね、マッスルグリルっていう YouTube チャンネルがあって、シャイニーあざみさんっていう方が沼っていう料理を、紹介してたんですよ。でそれがめちゃくちゃ評判が良さそうで、みんなやってたんで、僕も楽しく続けるためにちょっと興味あるんでやってみたいなと思いまして、沼を作っていこうと思います。炊飯器でダイエットにいいものを全部炊き込んで、それ一つだけを食べるっていう。使うのはこちら、お米、干し椎茸、おもむろにカットわかめ、鶏の胸肉、うわすげえ、これこんな、わあ、うわでかでか、オクラ、そして水、塩少々、カレー粉、やばいやばい、イエーイ、こんな感じです。これ閉じて、お粥を選択して炊飯、てん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 、炊き上がってから6時間さらに保温します。おはようございます。6時間経ちました。こんな感じになってんだろう。おお、ほぼそのまま。なるほど、こういうことか。確かに見た目沼っぽいわ。移してみていいですか。はい、沼ですよ、完全に。いい匂いがする。いただきます。どういう、うん、あ、おいしい。あ、めっちゃいいじゃん。あ、全然これすごい満腹感が出そう。味がしっかりある。うん、へえ、あ、おいしい。なんかお粥だからめちゃくちゃ味薄いのかなと思ってたけど、カレー粉でだいぶスパイシーになってて、うん、ダイエット生活がもう始まったわけじゃないですか。うん、まあこっからどれぐらい続くか分かんないっていうのもあると思うけど、どうよ、モチベ的には。あ、続くようにやんなきゃなっていうね。ああ、はいはいはい、はい、だからその、はい、何キロとか決めてないじゃん。うん、ガチでダイエットしたなって思ってもらえるぐらい
痩せないといけないと思うから、そう考えた時に続かないやり方でやっちゃうとスタートダッシュだけになっちゃうなと思って。確かに1日だけねめちゃめちゃ走ったりするってことじゃなくて、なんか生活習慣を徐々に変えていくみたいな、沼生活初日でございます。どのくらい痩せたのか、 99.8 でございます。お、すぐ消える。何この体重計ってことは、お、でも 400g ぐらい減った、ちょい痩せ。沼すごっ。え、 400g でしょ。 400g かける、え、だってさ、え、10日で10日で4キロ10日で4キロ痩せて、え、100日あったら40キロ痩せれるってこと。ガチゲーでした。このゲームには必勝法がありました。泣いたー。はーい、沼生活2日目、まだ全然美味しく食べれてます。うん、うまっ。それでは体重を測っていこうと思います。99.4。これ本当に400ずつ痩せていっています。沼生活3日目でございます。本当はね、沼を食べたいんですけども、今日ちょっとね、相方が家に来て遊ぶ約束してて、なんかみんなでピザ取ろうみたいに言ってるんで、なんかそこでお粥食うのもどうかなと思って、ちょっとなんか俺もちょっと遊びの時ぐらい一緒に肉食ってる感じやりたいなと思って、甘竹っていうね、美味しいって聞いたんで、ここのピザ味のね、サラダチキンがあったんで、ちょっと買ってみました。これ、ハマったら意外といいかも。チーズとかもあったんで、これを今日は食べたいと思います。ピザを我慢した3日目。いや、同じかい！いい、プロテインは、15% ぐらい、なので、240キロカロリーを、あ、タンパク質から取っていくイメージですね。で、それがグラムに直すと60グラムになります。で、大体これがバラン一番バランスいいよって言われてる、あのプロテイン 15% ファット 25% でカーボ 60% になります。まあタンパク質は取れてるんですけど、どうしてもサラダチキンとヨーグルトからのタンパク質だけだとミネラルビタミンもなかなか取れないと思うの。バランスよく食材選んでいくことで変わってくるので、取り入れていけたらいいかなと。今ね、先生にいろいろ相談させていただきまして、まあいろいろ分かったんですけども、まあちょっと今までの1週間、まあ最後ね3日間でだいぶ追い込んで、こうモチベーションのためにも痩せようと思って、あの体重落としたんですけど、まああのそういうのは良くないということでございました。まあ、ちょっと分かっていたんですけど、まあやっぱなんかこうこうなってやってしまうところはあるなと思って、ちょっと反省しております。管理栄養士の方をつけて危険だったりするダイエットにはならないようにしようと思いつつ、企画として最速で追い込んでいかなきゃなとは思っていたんですけど、食べ方にもいろいろあって、1日に摂った方がいいタンパク質と、炭水化物と、脂質、これ以上は絶対取ってくださいっていうのを教えてもらったりしました。今日は先生がメニューを考えてくれたのでやっていこうかなと思います。牡蠣とかイカもカロリーはね低いみたいなんで、うわ牡蠣大好きだなよ。これ食っていいんだっていう発見ね。ご飯なんですけど、大麦と白米を混ぜて炊いてます。美味しそう。牡蠣食べていいの。サーモン、鮭ですね。ちょっと朝ごはんとは言えない時間になっちゃいましたけど、大麦のご飯と、毎日大麦のご飯で、あとほうれん草を食べます。うまそう。これはホイコーローなんですけど、レンジだけでできるんで、ぜひやってみてくださいということでやってみました。味濃い肉と米が一番うまい。今日も先生に言われた料理を作っていこうと思うんですけど、沼をね食べてるんですっていう話をしたら、じゃあちょっとトミーさん用にちょっと沼を考案しましょうということで、ボンドというのを考えてくれました。ボンドを作っていこうと思います。見た目が全部白ってことですね。米、これは大麦じゃないです。はい、えのき、はい、大根、はい、ささみ、はい、あと豆腐、はい、あととろろ、これ白だし、こんな感じでございます。まあ確かにめちゃくちゃ白いですね。マジすげえこの沼の文化。何してるんですか。サラダチキンだけだと続かないんで温めてる。冷たいのだけだと精神的に
きついから、うんうんうん、あの生姜とニンニクと一緒にちょっと味付けして、めっちゃいい匂いするし実際。今日はサラダチキンをバンバンジー風にしてみました。あと豆腐と大麦ご飯、うん、おいしい。2週間でございます。意外とね、食べる系の客がなかったのでいいんじゃないかなと思っております。期待高まる中、測っていこうと思います。あ、え、結果を発表したいと思います。ただいまの体重95.9 でございます。2週間経った節目で、運動の方、まあ、ステイホーム期間中でもできるような運動をこうサポートしてくれる方を見つけたので、筋トレを始めていこうと思います。運動なんですけど、はい、一旦ちょっと全身とかって映れます？はい、全然映れますよ。はい、お、ありがとうございます。よし、ぐるっと回ってもらってもいいですか？はい、あ、はい、ダボっとしてるんで全然脱いでます、はい。OK です、OK です、OK です。足から多分、行った方がいいですね。足がしっかりしてくると、お腹の部分だったりとか、胸の部分も起き上がってくるんで、しっかり、うん、で、そうすると多分、酸素の、入ってくる量がまた変わって、燃え始めてとか、足のトレーニングから、いけたらなと、うんうん。でかくなりやすい筋肉を刺激して代謝上げるみたいなことなんですかね。そうそうそう、はい、足、背中、胸でプラスアルファで最後追い込みみたいなので腹筋をなんかやるみたいな、うんうんうん、メニュー構成、いいですね。そう、こういう感じですか？そうです。で、それで今であともう1回やって10回目なんで、あと15回いってみるか。あと15回。オーケー、お疲れ様です。やば。せーの、降りてストップ1。なんで2 3。そう、お尻もっと後ろですよ。5 6。そう、7 8 9 10。そこからスピード10回。せーの、1。なんで、もっとお尻落ちますよ、もっとお尻落ちますよ。おすまさん、おすまさん。そう、いいですね。20回ぐらいこうちょっとバウンドしましょう。そう、1 2 3。そう、4 5。で、今神経側痛っていう、なんかこうお尻のスイッチが切れてる状態なんで。お尻のスイッチが切れてる。お尻きました。爪の横ぐらいがバウンドさせるとめっちゃ。ちょっとそれは言葉選ばず言うとあれですね。体重に。死んでる。死んでいる。床のギリギリまで。そう、ナイス、オッケー。これって週4以上はやらない方がいいとか、なんかこの連続はやめた方がいいとかってあるんですかね？でも、トミさんの場合は今、筋持久力だったりとか、はい、神経組織ってこうとりあえずもういっぱい動かして湿気を入れるみたいなじゃないですか。だとすると、もう全然毎日でもやったほうがいい。安い。あれ、毎日もやったほうがいいんですね。どうですか？やばすぎる、動かない、もう体が。しかも先生格闘家だから怖え。だから美人の人が良かったんだよ。モチベが恐怖政治になっちゃってるって。つえから、なんかもうその綺麗な人が教えてくれて、もしかしたらなんかあるかもっていう、その男の妄想の中で頑張りたかったり、もう強い人だから、もう怖いよ。ここから毎日筋トレしてきます。頑張りましょう。やべ、足が動かねえ、下に行く勇気がねえ。なんか強くなった気がする。痛い。痛みに対して麻痺してきてるな。7600カロリーチートデイ。聞いたことない。普通にメイン企画ですか？片やダイエッタートミーと今ここまでね、やってきて、やってきた。急に7600カロリー取る夜、しかも夜、そういうのも YouTuber がダイエットするとあるぞって。
これに関してはね、だからなんて言うんだろう、仕事との両立みたいな話だもんね。いや、ほんとそうですよ。だからその分頑張ろうっていう、そう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 、でそれはそうですよ。振り切っちゃった方がいいですから、うん、気持ち的にも。ちょっとじゃあ今日は唐揚げ1キロチートデイ。お疲れ様でーす。ダイエット企画が始まって1ヶ月が経ちました。おお、1ヶ月間、はい、ダイエットしてきまして。頑張ってましたね。最初の2週間ぐらいで、まあ食事とかいろいろやって、うん、その後筋トレを始めて、うん、ここ2週間、うん、かなり追い込んでたんですよ。はい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 。結構ねコメントとかでも、うん、痩せましたねみたいな。そうだね、1ヶ月で100キロですよね。100キロから、はい、何キロになったか。でもやっぱ痩せてるよね、もう。あ、本当に見るからに痩せ細ってるもんな。細ってはないだろう。お願いします。 91.2。 おお、9キロ。おお、1ヶ月で9キロ。めっちゃすごい。ちょっとこれ来てますただ、はい、めちゃくちゃ最近停滞してて実は。あ、そうなんだ。ここだから乗り越えれるかどうか。ダイエットでよくあるやつだよね、これ。で、多分普通の人は4キロとかで来るらしいんですけど、僕は多分100キロぐらいまで増えてたんで、うん、なんか最初に減りやすかったんですよね。はいはいはい。で、ここから減らすのがめっちゃきついらしいんですよね。じゃあおそらく、次の1ヶ月もしやるとしたら、はい、こっから先の方が 今の1ヶ月よりもきついんじゃないかという。有酸素運動を取り入れて、いけ、頑張れ。今日の1ヶ月走れ。口がきついな頑張ってください。お疲れ様です。いや、ちょっと一斉にカメラ回してもらってるんですけど、今ちょっととある企画が進行してて、まあ、ダイエット企画ってあるじゃないですか、うん、で多分今映像でずっとトミー頑張ってたと思うんですよね、多分この前の映像、うんで、まあ今一個前の映像から多分1ヶ月が経過してますよ。ああ、そうかそうか。あれって思って、うん、それ撮ったあたりのは覚えてます。そうっす。で、なんかダイエットはしてるのよね、多分。してます、してるよね。めっちゃ頑張ってはいますね。でもそのここ、さっきの映像から今ここの瞬間までの1ヶ月のデータが来ないの。あ、来てないや。ちょっとみんな、そうなの、触れづらくはなってんだけど、何が起きてんだろうっていう、ちょっと一切知ってる限り普通に、その、継続して頑張ってはいるんですけど、そうだよね。結構その、多分手前の映像まででかなり落ちたんですね。ガーって10キロぐらい落ちたよね。一気にグッと落ちて、そこから21回生だよね。完全に壁が来まして。まあそうなんだろうなぁとは。マジでってなってて、ダイエット、嫌だなちょっと嫌だなってなってる。いや、頑張ってはいるんです、もちろん。難しいとこだよね。みんなもだから応援したりしてるし、トミーも頑張ってるって知ってるけど、データはないっていう状態で。数字に俺らは知ってるけど、データとしては残ってないんだもんね。数字に多分全然出てこない時期だと思うんですよね。多分10キロまでバンバン出ていってたんですけど、うん、楽しかったんです。その時期の映像がね、一番重みあるからね。本当はみんなで回してあげたいとこだよね。ちょっとトミーに聞いてみよっか。このままだと消滅するかもしれないから、企画。やばい。トミーがただ痩せる動画でもなくなっちゃうかもしれない。一旦痩せたっていう事実。コメント欄で痩せてるって言われてるので終わっちゃうから。それはもったいない。誠に申し上げにくいんですけども、はい、ダイエット企画の方どうなってるかなと思って、ちょっとお聞きしたい。聞きづらい感じになったんで、ちょっとどうなのかなと思って。いや、実際、続けてるよ、ダイエット。あ、いや、それはもちろんね、みんな知ってるし。実際、うん、きつい。きつい。そっかそっかそっか、きついか。落ちない、大丈夫。え、1ヶ月前じゃん、だって前のあの映像が。うん、どんくらいあそこから。いや、でも4キロだね、落ちて。おー。落ちてて。前は、普通に体重計乗れば減ってる
そうだよね、楽しい時期だよね。まあ言ってしまえば体重が乗ってない、乗ると体重が乗っても減らない、うん、やだな実際10キロぐらい落ちてるわけだからさ、うん、そこでもう成功でもいいと思うんだけど、俺が決めることじゃないのかなっていう。で失敗で早い全然悩まんで85おなんで、まあ、4キロぐらいですね。おー、すごくない？けど成功してほしいという気持ちもある。成功だからどこに置くかが、まあ10だから2キロぐらいは減ってるってことですね、おそらく。そうね、100からいってるから、ね、普通にダイエットとしたらめちゃくちゃ成功ではあるんですけど、そうそうそう、一旦でも目標のその期間で言ったらもう結構想定よりはかかってるもんね。そうだね、だからトミー的にもだんだん気持ち的にもきつくなってくるよね、まあ、長引いてるっていうところ。減らないからね、すみません、そうそうそう、比例してダイエットのその落ち方がこの直線じゃないっていうさ、うんこうで、トミー的にもだから YouTube の企画に影響を出したいわけじゃないっていうのが強み、うん、強み一番意味わかんないからね。もうその矛盾みたいになってる状態ですね。そう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 、まあ、多分ダイエット今2ヶ月、うん、やったことでいろいろ分かったことも多分多いと思うから、うん、前の言い方はちょっと漠然としてたかもしれないけど、うん、まあ、分かりやすくゴール決めないと多分きつい気はするけどね今。いやでもマイナス10じゃないですか、ここから。いえ、こっからマイナス10、70キロ台、こっから 10? こっから10じゃないですか、やっぱ。マジっすか。こっから10で、今1ヶ月空いちゃってもう動画をもう別撮ってないから、うんうんうん、動画にするとしたらこっから10じゃないですか。大変じゃない。いや、やばいっすよ、こっからの10って。こっから10頑張りましょう、応援します。こんばんは、時刻は午前3時54分、寝る直前でございます。ちょっとお風呂入った後なんでね、おかっぱ頭で申し訳ないんですけど、まああの動画があってから3日ぐらい経ちまして、まあそれなりに、食事制限とで、結構運動系のね企画の撮影が多くてかなり動いてたので、3日貯めた分ね、まあ、1日ごとになんか体重を測ろうとしてたから、なんかこう減りの具合がなんか少なく感じてモチベーションなくなっちゃってたのかなとかも思って、ちょっと3日ぐらいこう貯めてね、87キロ台だったんで、まあ、6キロ台になってたり6キロ前半とかにいってたらめっちゃいいなと思います。それでは測りたいと思います。お、86.55 です。いい傾向かなと思います。さらに2日経ちました。今日もちょっとお風呂上がりで申し訳ないんですけど、数日後にはねもう無人島に行くん で、無人島最後ラストスパートでやって、で3月末の段階で85キロまで行きたいなと。で4月1ヶ月間ぐらいでなんとかさらに70キロ台も目指していきたいなと思っております。お、来た、来ました、見てください、頑張っていますねって書いてある。体重 86.45、 来た、無人島から帰ってまいりました。お疲れ様です。お疲れ、一周も。ありがとうございます。ミスった多分めっちゃ減ってたんですけど、焼肉とマクドナルドを食べてしまいましたたくさんただね、でもそれでも減ってるでしょということで、帰ってきて、だからこれ3月おそらく最後の計測になるんじゃないかなと思います。はい、測りたいと思います。おお、84.65、 やった。え、86点ちょいからいってるの。おお、すごい。そうやって考えたら、そう考えたら、はい、焼肉とか食ったのに5キロは切ってる。おめでとうございます。無人島ナイス獅子何キロ？63です。あの、いや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 。でも身長より低いでしょ。172じゃん。僕179です。いやいやいや。今ね、スリムビューティーハウスっていうあのサブチャンでね、ちょっと行ったメンズサロンっていうんですか。で、こうサウナみたいな体験だったり、カッピングだったり、カンダがやってたんですけど、それもね、ちょっとなんかやってみようと思って、なんかそういうのでねモチベーション上がったらなと思って、今。体全体ね、めちゃくちゃ温めてます。
でこれでめっちゃ汗かいて、前半はねこういうなんかリラクゼーションっぽいのとかね一切やってなかったんで、少しこういうのの力も借りながらやっていこうと思います。腹筋をこの期間は追い込んでいこうと思います。なぜかっていうと、顔周りとか肩とかの周りのお肉はすごい落ちてきてるんですけど、でも最終的にやっぱ残ってるのはお腹周りだったりこの腰にすごい残ってるんで、まあ本当に腹筋を追い込んでいく時期なので頑張りたいと思います。ベッドの下に足をこう挟んでやってみましょう。いきます。いて、いい、はあ、30回をね、4セット、やばすぎ、8、9、ラスト、えい、やば、やばすぎる。さあ、無人島から戻りまして、エステとかも行ったり、自分のね食生活に戻って安定してきたところで、多分これが定着した今の体重だと思います。こう83キロ台って言ったらマジで熱いな。おお、 83.25、 すげえ。これやっぱちょっと停滞期あったんですけど、まぁ、ちょっと動画撮り直し始めて、で、無人島行って、やっぱりちょっとね、落ちやすくなってるし、気持ち的にも楽だから、結構いい時期に入ってきてるかもしれないですね。まぁ、17キロ近く減ってるってことなんで。すごっ。そう考えたら。めちゃくちゃすごいですね。さあ、今日もやっていきます。やばすぎる。下っ腹の方がね、筋肉がなくてね、贅肉があるんですよ。下腹部っていうんですか、ここをね、なんとかしないと。あと1週間で3ヶ月に差し掛かろうとしております。ちょっと最近の筋トレの成果をね、見せようと思います。さあ、行きましょう。お、お願いします、お願いします。おぉ、 82.2。測定を撮影してる感じで言うといい感じであります。あと1週間、いやちょっと結構厳しいな。ダイエットとしてはまあ成功はしてるんですけど、本当はもう100日ぐらいで収めたいんで、 あと1週間で90日のタイミングで、まあ、80、まあでもね、そのくらいいけるぐらいだから、これ以上摂取カロリーは変えるとちょっと危ないんで、ここから消費カロリーをしっかりつけなきゃいけないっていうので、まあ筋トレの負荷をちょっと上げていくしかないかなっていうのと、まあ一個朗報があって、花粉がちょっと収まってきてるというのと、ポテトの散歩がねそろそろ始まるんで、それでこう消費するカロリーをちょっと多くして体重を落としていくしかないな。あと4キロぐらい、ペースで言うとまあなくはないぐらいですよね。2ヶ月目よりはまたちょっと減りやすくなってる。この期間が継続するのか、もう一回壁が来るのか分かんないですけど、筋トレの先生ついてもらってる感じだと、できる筋トレの種類がどんどん増えてて、プラスプライベートでやってる筋トレもあるんで、なんか結構こう負荷かけれるんですけど、できる種目はあるんだけど、例えばこれとかできるんだけど、たくさんの種類をやる時間がないので、結構ね、追い込めるだけ追い込んでるつもりなんですけどね。ここまで来てめちゃくちゃ時間かかんのやだ。もう食いたいよ。はい、今日もやってきます。今日も腹筋やってきます。今日も筋トレやってきます。もはや毎日同じ絵で使うのかというね。運動に向かない服なんですけど、ここずっとの筋トレのデータ見たらずっとシルキードライで、いやもう同じ日に撮ったデータを再放送してるんじゃないかって思われる可能性があるんで、着替える前の服です。100回やりました。
いや、後半に向けてね、モチベーションはちょっと上がってきてるかなとは思うんですけど、ちょっと体重ね、落ちづらくなってきてるんで、筋トレも早く押してどんどん頑張ります。今日も夜の寝る前の腹筋終わりました。あのね、撮影のね合間とかスケジュールのね空いた時に腕立て伏せとかはね結構やってるんですけど、夜寝る前に腹筋やって、結構まとまって取る時に先生にね言われてる、まあスクワットを中心にしたやつ、腹筋を中心にしたやつ、この3つをねしっかり有酸素なるところまでねしっかりやってるんですけど、やっぱね下っ腹がねなかなかへこまないですね。頑張ります。今日は特別な料理をね食べるのでカメラを回しました。栄養士の方にラム肉いいですよって言われたんで、鶏よりもねこう脂身があるのを食べるのちょっと怖いんですけど、ラム肉をね食べようと思います。朝こう温かいものと、まあ、炭水化物を食べることで体内のね温度を上げて消費カロリーを上げていくっていう、もう本当にその基本的なところをずっとやってますね。めちゃくちゃ美味しそう。うん、うまっ。油の部分がちょっと多いだけでめちゃくちゃ幸せだな。痩せた？痩せました。挫折から1ヶ月88キロぐらいだったわけですよ、うん、そっから1ヶ月マジできつそうにしてたね。あの時きつかったところ、まあでも停滞期抜けまして、おお1ヶ月間やって、まあ本当にもう90日ぐらいですよ。継続してるからね実際、うん、まだやっぱねギアもこう入れ替えてしっかりやってはいるんですけど、うんうんうん、だってどのさ控え室とかでも、うん、全部食べないもんね、うん、本当にゆで卵ばっかり食べてあとあのポテトの散歩が始まって有酸素運動を勝手にこうおのずとよかったね。日常の中に有酸素運動がこう、いや素晴らしい。はい、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、いいですか。緊張するわ俺まで。いきます。お、すげえ。うお、 80.2 80.2 です。すげえ。すごい。スタートがだってさ100超えだったんで20落ちてるってこと？20落ちました。すげえ。これは大成功じゃないですか。見て、うわマジで、うん、で、うん、あのこっから、まあ、前87.8 から10キロって言ってたんで、うん、あと僕の中では 2.2 キロぐらいです。 2.2 キロぐらいやるん？こっからやりますうわそれでもう終了です。じゃあ前回言ってたやつを達成するってことですか？10日後、うん、じゃ100日というタイミングで、はい、もうこっから僕体重見ないで10日間しっかりやって体重ダイエット100日後何キロになったのか、トミー100日で何キロ痩せたのかっていう話ですよね、うん、にしようかなと。まだ行くか。まだこっからあと2キロちょい、すごい、10日間でいいね、行きたいと思います。気合い入れたいと思います。頑張ってください。あ、めっちゃいいねここ。そう、ここいいの。それ用じゃん。そう、それ用のベッド買ってたんで実はトミーズブートキャンプやればこれさ、すごいよこれめっちゃいいわこのね、ここすごい腹筋に適してる場所が。どんくらいやられてるんですかいつも。これ30回を4セットえ、すごっ。じゃやってる。これが上の方の腹筋に効くから、下の方の腹筋は足上げ別人、足上げを別人20回3セットと腕立て絶対トミーが言わないはずな言葉ずっと言ってんね。俺なんかやっぱトミーがやってるの見てさ、うん、俺もちょっとやりたくなるのよやっぱ、うんうん、いやそんだけやってたらやっぱすげえなと思って、うん、周りでもだって影響される人出てくるじゃん。それはしたくないのなんでだよ。あ、そのインフルエンスされてるみたいな。そうそう、それは嫌なのマジで。そっかそっか。だから俺いつか自発的にやってる感じで影響されるなんでだよ、なんでずらすの。意味わからんじゃん、だって相方が頑張って、はい、俺企画でダイエットしてたらダイエット始めてたらトミーがスライダー練習し始めた計測まであと4日なんですけども、これはもうねダイエット始めた時からずっとやってるんですけど、もう毎日お風呂にしっかり入るようになりましたね。昔からなんか湯船に入るのめっちゃ好きだったんですけど、だから2回入るようにして、朝起きて
体を温めないといけないから、まあ、ご飯を食べてしっかりそのちゃんとこうエネルギーを体の中に入れてこう体温を上げるためにお風呂に入ります。夜も筋トレした後にしっかりお風呂入って体温は上げつつ汗ちゃんと流して寝るように なりました。今ねポテトと一緒にね代々木公園来てるんですけど、まあダイエット中ね1日1時間を2回ぐらい有酸素運動はそれでやってました。めちゃくちゃ元気なんで今ねただ代々木公園にいるだけで普段は家の周りなんですけど一応今日撮影というかこのために代々木公園に来ました。めっちゃ気に入ってます代々木公園。代々木公園楽しかったね。おはようございます。計量の3日前ですかね、朝ごはんなんですけど、最終日までねこの白米と大麦を混ぜたご飯、これ朝一杯絶対食べて、と乳製品ですね、納豆、卵、朝は全然しっかり食べてますね。でご飯以外はタンパク質が多めのもの、でも卵はすごい栄養価も高いから。いただきます。いやもう本当に感じたのが結局乳製品と納豆と卵とご飯じゃないですか。これ何かなって思った時に完全に日本の家庭の朝ごはんだなと思って、朝ごはんの意味全然分かってなかったけど、あお母さんが作ってくれてた朝ごはんってあれめちゃくちゃ大切だったんだなってダイエットして初めて気づきました。知ってますよもちろん。はい、あさってってことは今日ダンスきついけどめっちゃいい説明。確かにここへ来てここに来て汗かいたもん。あいやちょっと楽しみよ。これはいいかもしれない。めっちゃ最後の最後これは結構これはちょっとよかったかも。明日も踊るから。こんなに頑張れないし、その普通にやってたら企画だからめっちゃ頑張ったからうんうんうん、これはちょっといいかも。ということでついに、はい、最終日がやってまいりました。最終日だ。最終日になればなれば最終日になれば最終日です。そうだね。こっちも緊張してるよ。いや、わかんない。俺多分人生で一番そのきつかった企画かもしれんなと思って、南極よりきつかったかもしれない。そっかそっか、継続系のね。そういやだからトミーが苦手とするっていうとあれだけど、うん、やってなかったきついやつだよね。はい、カメラ街でもさ、はい、まあみんながご飯食べてる時でももう食べなかったわけじゃん。いや食べないよね。で本当にコメント欄でもさ、うん、痩せてってるとかさ、うん、なんかその見た目が変化してってるとか、はい、気づく人もいるけどこうやりきってるっていうのはすごいなと思って、はい、感じたよねやっぱ。さすがにそんなに徹底してやるんやっていうぐらい、うん、視聴者から来たやつに対してちゃんとやるっていうのを最初からやって、うんうんうん、でも やっぱきつかった。やっぱそう簡単じゃなくて一回止まっちゃった時とか、そうだ、ね、結構きつそうにしてたから映像に映してるところだけが全てじゃないんですけど、本当にでも周りの人に支えられて、まあここにいる人もそうだし、実習としてやってた筋トレもそうなんですけど、うん、まあオンラインでそうだね筋トレやってくれた先生もいたし、うん、栄養管理してくれた先生もいたし、うん、ポテトっていう人が今いるんだけど、うん、いるね知ってるよ。あいつがめちゃくちゃ散歩必要なのよ。うん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 、それも良かったよね。それも良かった。実際その有酸素でちょっと走ってたのをポテトの散歩で切り替えるかなと思ったんだけど、うん、まあ結局散歩プラスそれになって、うん、有酸素もめっちゃ増えたから、はいはい、よかったなと。前回測ったのが 87.85、うん、85だったから今日一応 77.85、うん、を切ってたら成功と言わせてくださいっていう。そうだね。まあそもそもはなんか痩せたってみんなに思われるぐらいいかないとって言ってたんですけど、うん、コメントではそういう意見を、まあ、かなり言われてるのでそこはもう結構クリアはしたかなっていう。どうですか普通に不健康そうじゃなくない普通に。あそれで言うとまああえて言うと、うん、めちゃめちゃ健康的に痩せるのを意識してやってるから、うん、心配はしてないんだけど、うん、じゃあ僕のちょっと初日、うん、データちょっと見せていい。忘れちゃったねマジで。一応初日これです。へへへへへ太ってるな太ってるよね。そしたら行きますか。行きましょう。これが多分、あの時の、同じの時と同じ服装でございます、おそらく。うん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 。はい。測りますか。うわぁ緊張するな、めちゃくちゃ。それでは行きたいと思います。はい、頑張ってください。
76.2。 すごい、76.2 です。めちゃめちゃすげー、きた。これ大幅に下回ったんだね。ってことは最終的にマイナス24キロ。よいしょ、よかった。なかなか見ないよね、24キロ痩せるの。体内年齢41歳だったんですよ。おう、体内年齢32歳。おお。いや、おかしいよ、おかしくはあるよ、体内年齢。俺27だから、うん、プラス5ではあんのよ。ただもともと40ぐらいだったの、40以上だったのよ。そうです。だから健康にはなってんのよ。若返った、若返った、ややこしい。若返りはこれ18とかじゃないんだよ、32。でもイエーイってみんながなるぐらいには若返ってんのよ。若返った、若返った。血液検査とかもしました、して、うん、あ、健康になってますねって。いや、よかった、だからいいことだよ。そう、普通にいいことは起きました、うんうんうん、なんで、安心していただければと思います、うん、栄養士の人とかパーソナルトレーナーの人に危険にならない、危険になりすぎないように、企画はめちゃくちゃストイックにやるけど、そのボーダーは切らないようにはしてもらってたんで、うん、まあ、食べるとき食べてたしね。そうそう、だから結局多分真似するようなダイエットじゃないと思うんですけど、うん、まあ、企画でめちゃくちゃストイックにやるとしたらこういうダイエットだと思います、はい、マイナス24キロでした。いや、すごい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうよ、ちょっとね、長くなってしまいましたが、100日間。いや、お疲れ様でした。いや、ありがとうございました。よかったよかった、これはみんなのおかげで。同時にだからその生活も終わるってことだからね。そうです、うんうん、だからもうめちゃくちゃ楽しみです。めちゃくちゃ楽しみ。何が、いや、なん、ちょっと何食ってやろうかな。そうだよね、何をまず食おうかなって。ほとんどだっていろんな種類食べれてないわけでしょ。まあだからその食べれるないものは多かったよね。だってもうスイーツなんてもう持ってのほかだからね。確かに。スイーツなんて企画以外で食ってたら、こう、まあ、企画が企画とぶつかることあるわけですよ。うんうんうん、唐揚げの大食いがあったり、うん、お寿司の大食いがあったり、うん。それはまあしょうがないじゃないですか。うん、で、企画じゃない時に僕がケーキを食べてたら、それ違うわけですよ。そうだよね。企画を遂行できてない人だったわけですよ。うん、なんでもう僕は、ケーキとか。じゃあケーキ食べてるトミー見れるんだもん。見れますよ。四六時中、四六時中見れますよ。ちょっと安心。ずっといたもんな、うん、酒もほぼ飲んでない。今まで誰だったんっていうことだよね。いや、だからもうこの100日間本当に別人じゃん。企画人だったね、もう企画人だね。企画人だってもうプライベートもずーっと企画人。 T シャツにやりそう。企画人なの俺。そういう T シャツありそう。なんかあれね、なんか企画を考える人みたいなね。企画人みたいな、なんかではないよね。遂行してる人なんだけど。でもあれは気をつけた方がいいんじゃない。一気に食いすぎると、あ、そう多分反動で、うん、本当危ないから、そこだけ気をつければ。だからそのちょっとずつ食べていきます、うんうん、でも結局今日の朝まで白飯食ってたんですよ。おお、うん、炭水化物は抜かないでしょと思って最後まで。そうなるとさ、体の吸収はさ、うん、多分強いからさ、うん、ちょっと太りそうだけど、ね、太るでしょうね。で、企画人じゃないから今。まあもう自由だから、ね、自由人だから今ということで、はい、もうじゃあこの動画おしまいなんですけども、はい、ぜひこの動画楽しんでくださった方、うん、まあすごいなと思ってくださった方、はい、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、以上今日の三つ穴でした。ありがとうございました。ありがとうございました。